学べよ。誠実にな。本能寺の兵は少数、一気に攻め入り、信長様の首を取ります。来るか光彦、うぬがこの信長に背き切れるか見定めよう。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。頂上に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。頼むな。敵将討ち取ったり。ほんのことしだ。本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。二条城を制圧しましょう。門を守る将を撃破するのです。手が足りぬ。剣意長松、京を脱出し援軍を呼んでまいれ。開門。呼ばれてもまずい。彼らを逃がしてはなりません。素晴らしき戦果よ。野球の剣は天下の剣だもの。当然さ。くれるわ。
信長が着弾、信忠無敗人ども、ここで成敗してくれる。敵増援を途中で見失っただと。用意周到な信長のことが任された。通路があるんじゃないかね。天下の剣だな。当然そう。変わらず反骨の魂の鼓動が敵将に貴様に送ろう。鎮魂歌を。援軍は全部潰した。一部の隙もなく追い詰めてやるぜ、信長。敵将軍、討ち取ったり。奏で任された。負けてしまうとは。野牛の剣は天下の剣だもの。当然さ。Ha ha 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 ha!
郎、自分から火を放ちやがった。私の覚悟を試されている。私にもはやためらいはありません。天軍本能寺、今こそ信長様を討ち取るのです。まだ敵に兵力が残ってたから、放っとくと本陣は危ないね。信長様、どうかお逃げください。奏で、任せろ。私を撃たないと先には進めないわ。それでもあの人の元に行くという。剣だ、当然さ。